はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりにカボスの苗木の横にやってきております。カボスのところの、カボスカンパニーさんのですね、カボスの出荷も始まっているようでして、うちの方にも無事届きまして、はい、そろそろうちのも収穫していいんじゃねえかということで今日はやってきました。剪定バサミ持ってきております。ということで楽しんさんも来ました。はい、はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。どうですか、そろそろいいんじゃないですか。いいじゃない、ねえ、何も肥料も何もやってらんからよ。これ以上私も父親がやってるんですよ。あ、本当にしてくれてるのね。こっちにもしてくれてんだ。もう多分してると。あ、そうね、はい、何もうちら放置で申し訳ないけど、まあ、無事また今年も仙台からね、せやな、肥料もね、ちゃんと、うん、で一応ね、一番最初なのであんまり実をならせすぎるとそっちに、そう、栄養を使いすぎて苗木が大きくならないと、2年目、3年目ね。なのでほぼ撤化したよね。うん、こう結構なってたんですよね。10個ぐらいは取ったよね。一番日当たりがここはいいんだよね。そう、一番こっちが日当たりがいいから、やっぱ成長も早くて花もいっぱいつきました。単独出てるもんね。そうそう、ほんと全然ね、一番奥の方も後でお見せしますけど、まだちょっとちっちゃい状態です。ですがこちら一応やっぱね、うちのも取ってみたいよねということで2個残しておきました。なんで今日はせっかくですので、カボスさんとこの混合のやつね、大分1号とそぼのかかな、ミックスのやつを届きました。それと一緒にですね、自家製のカボスをちょっと切ってどんな様子か見てみようかなと思ってます。まあ、緩い内容ですが、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、わかりますでしょうか。一番手前、真ん中、奥。奥はやっぱりちっちゃいですね。ちっちゃいんですが、葉っぱがですね、もう見事に出てきてくれてます。こちら、一番大きく育ってるのはですね、もう私の、どのぐらい、喉元ぐらいまでは葉っぱが来てますね。で、早速ですが、こちら、はい。見えますでしょうか、わかるかな。ちょっと小ぶりなんですけども、カボスがしっかり実ってくれてます。あのね、ガッチリガッチリなってる。あとは1個ですね、この下の方に。これはね、撤化し忘れたんですよね。またラッキーなことにしっかり育ってくれております。このくらいのサイズ。これは品種何なのかな、大分いちごっぽいけどどうだろう。本当はもうちょっと、なんかもう一回り二回り大きくなりそうな感じがするけどね。まあでも十分大きくなってる。で、奥の方もこちらと奥のは花がつかなかったのでそのままです。こっちはですね、なんだっけ、芋虫ね、私の苦手な蝶の幼虫に葉っぱをもうブラッチ食われて、葉っぱがなかった状態でしたが、まあ、しっかり新芽が出てこんだけ大きく育ってくれてます。まあ、ちょうどおへそぐらいの高さぐらいまでは来てるかな。で、最後がこれですね。ちっちゃいけど葉っぱの勢いはすごかったよね。うん、後からの葉っぱの出方はすごかった。ちょうど膝丈ぐらいまで育ってくれてます。かなりね、成長に差はありますけども、一応順調ね、どれもこれもね。日当たりで違うね。日当たりこんな違うんだね、ほんとね。びっくりするわ。じゃあ早速、自家製大分が宮崎にやってきたカボスちゃんを収穫してみましょう。はい、じゃあ早速取っていきたいと思います。せっかくなんで楽しんさんと1個ずつね。じゃあ私はこの下のほんとを切っちゃうよ。いいな、切っていいの？取るよ。ふぅ、やった。いいじゃん、いいよ。ちょうど手のひらサイズっていうか、手にちょっと乗るぐらい小ぶりだけど。あら、ちょっと待って。まだあるじゃねえかな、もういいか。もう効かならんと思う。綺麗だね。綺麗綺麗、いいじゃん。ちょっと入ろう、雨が降ってきた。はい、ということでちょっと雨が降ってきましたので部屋の中に退散してきました。
一応カボスのところの、はい、あの届いたカボスも持ってきました、はい、これさ、やっぱり今日取ったやつよ、うん、この大きい方よ、うん、大分1号だと思 うこの表面見たら分かる、このそぼのかってやつさ、ラインが入ってるのよ、うんうんうん、これ全部そうなんだけど、ちょっと小ぶりでさ、うんうんうん、ちっちゃいからこっちかなと思ったけど、この表面の感じとかほら、うーん、確かに、ね、だからこんだけ差がある、うーん、分かるかな、これがそぼのかってやのちょっとね、小ぶりで種がないやつですよね。ここラインが入ってるの分かるかな、私の勘違いかな、こっちかなと思ったんですけど、大きさ的にね、だけどこの表面のラインがない、この皮の感じからいくと大きさ一緒のやつ、 こっちだと思う、この大分1号ってやつだと思う、ほらこんなに大きさ違う、やっぱ違うもんやね、さすがやね。じゃあ早速、はい、切ってみましょうか、はい、で今日もいろんな飲み物をとりあえず持ってきました。まあ宮崎でねよく見るこのヨーグルペとかね、見たことあるかな、いやでも全国じゃないのそれ、全国じゃないよこれ、そうだろ、違うよこれ、宮崎よ、そうね、そうよ、これ美味しいんですよ、このヨーグルペ、ヨーグルペ知らない方いると思うけど美味しいよねこれね、うん、乳酸飲料なんて言ったらいいかな、本当やね、宮崎だね、そうヨーグルトじゃないんですよ、ヨーグルトっぽい味じゃないけど甘い、うん、なんて美味しい、本当美味しい、そうそう、うん、絶対あのね、なんか田舎に行ったらね、うん、そうそう、バーちゃんちょっと飲みなっつって出されるのね、ちょうどいいの飲み屋さんなんですよ、そうそうそう、これじゃない宣伝は違った、うん、とりあえずね、今日はカルピスウォーター、ポカリ、あと炭酸ね、あとは普通のもう三ツ矢サイダー、この辺持ってきました、あと私がどうしてもちょっとやりたかった納豆に入れてみたいと思います。なんで今日はね、せっかくなので、はい、カボスの食べ比べ、はい、飲み比べをしていきたいと思います、はい、じゃあまず、うん、これが私たちが作った、うちんとはね、これ下手がでかい、冗談よ、これでしょ、これでしょ、やだる、これでしょ、うちの色がちょっと薄いやつね、そうそうそう、私のカボスさんのところの一応でっかいやつね、うん、大分1号さんをここでいいじゃんね、そう、うん、どう、真っ二つよ、いいね、綺麗、めちゃくちゃ綺麗、こうやってね、種が入ってるんですけど、あの大分ではこっちの方がポピュラーなのね、うんうんうん、香りも強いっていう、ね、うん、香りが切った瞬間で出てくるね、すごいね、うん、すごい、これお届けしたいわ、うん、いい匂い、もう続けて、じゃあじゃんじゃん切っていこうか、これがうちやね、じゃあこれうちのやつね、これうちのやつです、さあ、どうかな、どんなかな、色が違う、身がへちょら全然身がへちょらすげえ、こんな違うっちゃ、ね、色がちょっとだったのかな、うん、種がほら、あと皮も太いね、ほら、ね、分厚い、うん、こんな違うっちゃ、匂いはする、うん、匂いはする、匂いはするわ、匂いはきつい、うん、ね、十分するよね、硬、うん、い、でも硬った、カッチンカッチンやよ、ほんやん、まだ早かったっちゃうか、種がほら、ちっちゃいじゃん、うん、こっちほら、種がしっかり成熟してる感じ、最初やけど、いいよ、ちょうどいいよ、こんぐらいがいいのよ、はい、そして最後、これ祖母の蚊の、はい、これが種なしの方ですね、うちは見たらすぐ分かるね、分けてよかね、あ、やっぱ違うね、ほら、いや、綺麗、ほら、違う、めちゃくちゃ綺麗、見て、うん、綺麗、ザ、ザ素人っていうザ放置っていう、まず白っぽいもんね、うん、これ見て、この果汁の多さ、ね、見るだけでもうキラキラしてるのが分かるわ、うん、あの、いや、すげえ、すごいジューシーな感じ、ジューシー、ほんとにジューシー、こっちカス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 や、汁出るかな、これ出たんじゃねーかなっていう楽しみや、どんぐらい出るか、うん、ほら、こんな違うんですよ、やっぱ企業努力よね、これじゃ、これじゃ商品ならんならん、あの、楽しん家のカボスじゃ売れんの、これは見てください、このカスカスの方で、
汁出ませんって言わないかんやんこれクレームやクレームいいやん、やっぱさすがやね、美味しそう、ね、こうやって見るだけで美味しそうやもん、うん、絞ってみようかね、うん、じゃあ一度絞ってもらいましょうか、こっちに、あ、そうね、いくよ、一度絞るよ、絞って、うんうん、あ、出た、いや、出てない、出てない、もうポトッと落ちんかった、いや、全部この身、あ、身や、ほら、出てこん、ほら汁が出らん、ほら、もうこの身が出てくるもん、ほら、本当やん、果汁じゃねえわ、いくよ、うん、かった出てこんもん、ほら、一切出てこん、ほんとや、ほら、パスパスやこれ、この身が落ちてくるだけ、ほんとやね、ほら、見て、ほら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 、なんか花、あの、お花が咲いたね、ビッてした、あの、アカンベの花、花ジオンのやつね、アカンベの花見た、ほんとや、まだ早かったっちゃろうか、わからん、まあいいが、しょうがない、じゃあそこ粒をこう触ってみてよ、汁がある感じするの、わからん、水気がある、食ってみようか、せんせんって、何がせんの、味がしないの、じゃなくて水分を感じないってこと、酸味をしないちょっとあるけど、何も感じない、何がちょっとあるの、酸味とかね、ちょっと酸っぱい感じはちょっとあるけど、うん、ほぼなんもない、マジか、なんて言えばいいかな、もうほんと、もうなんもないただなんかこう身を噛んでるだけちょっとじゃあかぼすさんとこの、うん、ね、どんだけ違うか、もうカスですよカス、うん、汁じゃねえわ、ほらもう出した後みたいになってる、ほらなんかほんとやえわー、すごいよ、じゃあ次、カボスさんとこの、祖母の家かな、うん、あの種なしの方ですね、種あるけど、種はね、入ってるのもあります、あ、そうで、あ、ほら、はい、もう出る、ほらジューシー、ほら、落ちてるもん、ほらこれが、本当は普通なんだろうけどね、これにだからできることっていうのがすごい、わー、すごい出る、出ん、このめっちゃ出る、こそぼのかの方は皮がねちょっと薄くて絞りやすいっていうのは、ね、うん、あるみたいです、この違いよよし、すごい、こんなちっちゃい、こんなちっちゃい半身からですね、ほらちゃんとこんだけ出てる、じゃあ最後もう一回一号さんでお願いします、ね、いきますよ、はい、もういっぱい出てくる、もうしっかり出るわ、ほら皮がね、分厚い分なんか絞りにくいとか、ほら種がって言うけど、うん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 、香りはでも結構ほんと強いよね、強い強い、うん、私は結構こっちも好きよ、最初やっぱね、あっちの方が使いやすいなって思ってたけど、お酒飲んでる人はさ、うんうん、これ入れてこんままポンって入れてね、そうそう、入れるよね、うん、で、あの、うん、好きな人は何個絞ったかってこう入れていくってやろ何杯目、そう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 、これ何杯飲んだぞ、これ入れて、はい、次これ入れた2杯目、2杯目みたいな、そうそうほら、しっかり絞れる、はい、いいね、こんだけ、ほら、しっかり出てる、いやこんな違うもんや ね、 ね、いや、すげえ、はい、ということでですね、はい、我が家の第1号かぼすちゃんはですね、はい、残念ながら無果汁ということで果汁も出なかった、何も出なかった、ちょっと出るね、じゃあ、あっかんべみたいなのだけ、ほんとやね、いや、硬い、身が硬いですわ、こう触った時にほら、みかんとかもさ、粒が大きいのプチュって潰れるじゃん、プニュプニュしてるわ、水分が入って、ない、それがない、パッサパサ、シャキシャキしてる、酸っぱさを感じるけど水分ないよね、水分がない、うん、味はある、でも匂いもほらこうやってしないと匂わんこっすん、うん、そうだ ね、ここまで来てで吸ってやっとわかる、もうこれとかさ、うん、切った瞬間だったね、切った瞬間よ、うん、違うよね、面白いね、ねこんなちげちゃってるくらいやっぱ肥料とかの問題もあるんだろうね、うん、まだちょっと早かったのかなっていうなんか気もするけど、にしてもじゃない、ね、
まあいいや、1個だけ残しとけばよかったね。ねえねえ、そう、ほんとよ。もうちょっと待ってから収穫すればよかったね。まあいいや、ちょっと今日はじゃあこれでいろいろ飲み比べをしてみましょう、はい、まずは何から。これサイダーじゃん。サイダーいいんじゃない、はい、はい、いいよ。このぐらいと、これそのままバーって入れるよ。カモシさんたちがしてたんだけどね。うん、してたしてた、いろんなの飲み、それこそカルピスとかでもしてたよね。あ、そうだ、うん、はい、飲んでみて。なレモンサワーみたいな、なんていうか、レモンサイダー。ああ、そうだね、うん、カボスをレモンって言ったらいかんやろ。ガッて絞りたいね、本当に。そうだね、うん、もうドバドバ汁、うん、なんか水気を入れたいかな。うん、ほんと柑橘市販されてるサイダーの味付きのやつね、あの柑橘系の味付きのやつ。あ、でも飲みやすい。だ、サイダーは私ちょっと甘すぎるんですよ、うん、甘すぎる炭酸って感じ。甘いね。甘いのよね、後味が甘いんですけど、ね、こっちの方が好きかもしらんね。美味しいね。美味しい、美味しい。さっぱり、ほんと後味のなんか変な甘さが残らない、ジュース飲んだなっていう感じがしない飲みやすさがある。夏場とかでも本当にいいかもしれん、うん、これいいんじゃない。他にやるか、これやってみようか。じゃあこれ、置いたいちごが絞っちゃうやつや。ここも入れればこっちに、うん、OK、どうぞ。私は文章力がないからですね、飲んでも美味しいしか言えんだろ。さっぱりで、やっぱりね。うん、いや、ポカリはちょっと合わないんじゃない。また違う飲み物だよね、なんかね、うん、ポカリらしさが一切なくなった、うん、あ、これを、でもスポーツドリンクとしてさ、これ飲むじゃん。いや、でも、うん、いや、飲むじゃん、うんうん、もうこっちでやっぱ普通に飲むポカリで飲みたいかな、うん、なんか、いやでも、なんやろ、ポカリと思って飲むからないかなと思うけど、こういうジュースですって言われたら、うんうんうん、飲むよね。うん、全然全然あり、ありかな、うん、だからポカリがさっぱりとかっていう感じじゃない、うん、もう別の飲み物になるかな。でも美味しい、美味しい、全然美味しいんだけど、うん、最初なしと思ったけど、ポカリだと思って飲んだからなしだなと思ったかな。カルピス、いや、美味しいよ、全部美味しい、うん、やっぱね、ほんと後味がさっぱりして残らない、変な甘さが口に残らないのがいい、ジュースに合わせると。じゃあ絞ります。私ヨーグルトが一番じゃないかなと思うんだよね。ヨーグルト、私は納豆が一番いけると思うよ。納豆に合うと思うよ。そう、うん、やっぱお酒合いそうですね。ね、あ、お酒はうまいよ、これは間違いない。うん、がやっぱ先と同じで甘さが抑えられる。うんうんうん。ね、うん。私あんまりカルピスを飲まないからわかんないんだけど。で、甘いじゃんカルピスって。あ、そうなんや。うん、まあ、これは現役じゃないからさ。サラッとしてる感じかな、うん、これだけで、うん、そう、甘すぎるんですよ、ジュースは、うん、私はね、まあ、後味がすごい甘いじゃん。うん、ね、そうだね、うんうんうん、そう、そうなの。ジュース飲むと私、あの口の中に残る甘ったるさがあんまり好きじゃないのかもって考えたら、カボス絞ったらそれが全部ないね、うん、そうそうね、うん、砂糖消してんじゃない。どういうこと、カロリーゼロなんじゃない。カステラ潰したらカロリーゼロみたいな。さあ、一番甘いです、このヨーグルッペはですね。ヨーグルッペ全国だと思った。ダントツ甘いです、これは。違うの、これ違いますよ。これは甘いんですよ、子供たち大好きね。私もこれ好き。私さ、ジュース好きやもんね、うん、飲まんけどね、私ジュースも飲まないんですよね。糖質、糖尿とかになりたくないからさ、それ気にして飲まんけど最近ね、うん、昔はすげえやっぱ飲んでましたわ。
飛ぬじゃないんだけど怖いなと、ね、そう大事なことよ。はい、これです。これヨーグルトでございます。すごく濃いね、こうやって出すとね。こんな風に見たことないよね。いや、私的にはこっちのこの色に近いのかなと思ったけど。あー、白っぽい、うん、もうちょっとね、なんかもっと濃い、うん、牛乳やん、うん、甘い、うまい、おいしい、甘い、うまい、おいしい、これ甘いけど、私はおいしいね。一応入院用なんですけど、まあ、とにかくね、ちょっととにかく甘ったるい入院用です。瓶で売ってるよね、こういう、こんななんか似たようなやつが、味がなんてやつだったか、名前がかなんかあんま変わんからさ。じゃあ、うん、絞ってみますか。そんな入れちゃう？もう全部入れるよ。いや、絶対入れた方がいいって。もう一個まんま絞るぐらいの方が絶対いいと思う。はい、どうぞ、混ぜてみて。本当に？入れすぎたじゃない？いや、入れた方がいいって。混ぜてみて。なんて言えばいいんだろう。言葉が出てこない。うん、飲みやすい。だ、本当その 甘ったるさがなくなるよね、本当にね。美味しい。私これ一番好きかもしらん。うん、美味しい。うまい。美味しい美味しい、全然美味しい。本当にね、さっぱりしてる。うん、さっぱりまではいかんけど、あの濃ゆいねっとりとした甘さっていうか、口当たりは残ってんだけど、あの後味はね、ほんと後味のあの甘すぎるっていうのはなくなる気がする。ちょっと飲みすぎじゃない？美味しい。だからジュースの甘さが苦手な人はカボス足すとすげーうまいと思う。いや、これが一番合うかもね。合うよね、うん、これが一番いいかも。ヨーグルトで、うん、ヨーグルト合うじゃん。いい、概要欄に貼っておきます。ヨーグルトって。これ美味しいわ。いや、美味しい、うん、私あの甘ったるいのが苦手なんですよ。とにかくなんかもう飽きるの、もういいかなって。この1本飲めないのよ、それがなくなる。だサイダーとかも、うんうね、甘さしか残らないじゃないですか。うん、だから夏はほんと入れるとほんとにいいね、爽やかさっていうかさ、甘さと。ジュースとか飲まない人はいいかも。そう、合うと思う。ジュース苦手な人はそれこそカボス絞った方が美味しい気がする。いや、これはいいよ。ヨーグルトヨーグルトあったきますさ、探してね。あったらね、全国あるんじゃないの。いや、ないって。これ全国じゃないよ、本当に。スコールもだって九州って知らんかったもんね。あんま、そうだね、スコール全国だと思わなかった。愛のスコールも、愛のスコールはあれよ、持ってなかったね。うん、うちないわスコールなかったもん。はい、ということで最後に私の納豆いきましょうか。これはやってみたかったってやつ。もう残りでないのよ。そしてそう、全部絞っちゃったよ。残りでやってみる。絶対うまいと思うけどな。絶対うまいと思うよ、本当に、うん、はい、 OK。 そしたらばいただきます。そう、種取った方がいいんだよね。ずっと気になってた種がね。もっと絞りたいぐらいやな、多分これ。まあ一回食ってもっと絞ればいいんじゃない。そうやな。食べる？いただきます。大丈夫？なんで？足りん。うん、 OK。 いいね。
まいよ。本当に普通にうまいよ。怖いんだけど、なんか納豆も納豆いや、あのね、うん、こういう納豆にね、納豆でキムチとかでも合うもんね。別のタレをかけるとね、糸の切れが良くなるでや。ほら、わかる？あ、普通にあるじゃない。なし？なし？嘘。全然ありだけど。なしだな。うん。ちょっと入れすぎたっていうのもあると思う。酸っぱい。酸っぱいからいいじゃん。いや、酸っぱすぎる。好みかな、うん、好みやと思う。私だってほら、これにさ、それこそトムラのタレよ、うん、トムラのしゃぶしゃぶだれとか混ぜて食べるからさ、うん、ちょっとさっぱりしてるのが好きなのよ。だからかな、うん、好みだそうです。好みですね。残念、くそダメだったか。納豆とラーメンとかも合わないもん。納豆、ラーメンに納豆一回入れたことがあるんだよ。美味しいんじゃねえかなって。もう全然ダメだったね。それはないかな。そうそうで、うん、うん、でも私は好きよ。普通に納豆は納豆で食いたい、うんうん、まあ、好みで、うん、好みかな。ちょっと一回試しに食ってみて、うん、どっちかに分かれるね。そうか、私好きだけどな。ここにネギ入れて、あとわさびとか入れたいな。まあ、ありっちゃあれやけど、酸っぱすぎる。だからね、あのご飯のおかずにあるおかずっていうよりも、もうこれ一品料理みたい、ね、一品料理みたいな感じの。ないかな。私はないね。私は好き。まあいろいろ皆さんも試してみてください。カボスさんとこのカボスがいかにすごいか分かったと思います、今日。はい、私たちのね、うちのカボスと比べたらこんなにも違うんだぞっていうのが分かったと思います。まあ普段からね、あの草刈りされたりとか、もうあの撤荷をしたりとか、虫を見てとかね、いろいろいろんなちっちゃい作業がいっぱいあって、本当に企業努力頑張っておられると思います。その成果だと、これまさに。で、なんか大分いちごの方があれなんだよね、いっぱいまだ余ってんだよね、うんうんうん、今が、今の状況が、その名前がわかんないけど、というわけで、大きくて種がある方かな、うんうんうん、がまだなんかちょっと残ってるって、何日か前にアップされてましたけど、見てみた。あの、香りがやっぱり強いなって感じるのは、そのちょっと粒の大きい方かなと。で、ちっちゃい方は、やっぱ使い切りで、種もないから、うん、まあ便利っちゃ便利だと思うんですけど、大分の本当の味をこう体験してみたいなっていう方は、大きい方を私はおすすめします。で、また数があるのかな。うん、どうなんだろうね。ちょっとまだ、さっきね、ネットで確認したら、まだソールドアウトって全部出てなかったから、うん、で、あの保存の仕方についてももうアップされてたけど、袋に入れて、新聞紙上にして、口を閉じずにね、野菜室に入れておけば、こう水分が出て、新聞が吸ってくれるから、それをこう、しっかり水分出し切ったら、新聞を入れて、ちょっと密封紙がゴムで縛って、保存しておけば、冷蔵庫とか入れて保存しておけば、12月ぐらいまでこの青いままで楽しめるというふうにおっしゃってましたので、まあまあ量ありますわ、うん、ね、ちょっと私たちはもう今回もそこをあの冷蔵庫にね入れてだったので、ちょっと配信が遅れてしまったので箱をお見せすることができなかったんですけど、あのしっかり保存さえすれば長い間あのいろんな料理にね使ったり、あとは普段の水分補給にもこうやって使えると思いますので、ぜひあの今の時期しか楽しめないので、私を大分で住んでればカボス栽培したかな。してない。してないよ。だって宮崎に住んでて、宮崎にもさ、ヘベスとかさ、うん、まあ、言うとユズとかさ、あるよね。あるし、自分家の庭でブルーベリーとかもあんだけたくさん取れててもやろうと思わないよ。うん、ということは、大分にいるからっつってやれるわけじゃないの。ね、カボスさんと15歳の時頑張ってきたからこういうのができてきてるっていうことは本当にそうだと思う。すごいよね。すごい、本当にすごいことだと思う。動画を毎日撮って、
で、このあの広い畑をさ、ね、全部管理して収穫して皆さんに配信して発信してって で、ちゃんとほら最初はさ携帯で全部受付とかもしようだったわ、一人ずつ超大変じゃないって考えたらさ、どうやるわ本当にすごいと思う。で、今そういうね、ちゃんとプラットフォームもしっかり立ち上げてってさ、いやなかなかできることじゃない。いやすごいと思う、うんうん、そもそもがだって毎日投稿するのが大変なわけ、 YouTube の配信毎日だけでも大変です、うん、本当に大変。まあ簡単に撮って終わりじゃないじゃん、うん、そう、うちらみたいな感覚じゃないじゃん、またなんかそこがまたすごいよね、うん、だからぜひ皆さんも中古さんとカボスさんのカボス味わってみてください。毎年言ってると思うけどね、美味しいです、本当に美味しい、本当に美味しい、本当に美味しい、魚にもいいし、だ送ってあげたりするのもいいね、プレゼントにもすごい喜ぶと思う、うん、嬉しいよね、嬉しい、私でめちゃくちゃ嬉しいもんだって、うん、これ来たらだから、ね、使い方がね正直わからないって思う方多いと思うんですよね、こういう柑橘系のものってさ、まあ、何に使えばいいかわからんと思うかもしれないけど何にでも合いますと、ね、だ特にやっぱ油もんよね、うちはね、美味しい、とにかく唐揚げとかね、ああいうなんかチキン南蛮のタルタルにももちろん入れたし、うん、ネギダレ作ったりもしたよね、うん、だとにかく、ね、油物には完璧間違いなく、あとなんかお刺身、あイカの刺身に手前、ね、クジラさんとか言ってたよね、だからいろんなのにチャレンジしてかけてみたらお好みの味に出会えると思います、なんでぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ちゅうことで今日は自宅のね、はい、カボスさんとじゅうこさんが来てくださって一緒に植樹したカボスが、はい、収穫できましたが、あの一滴も出てこないというそれに比べてカボスたちのじゅあのねカボスがこんなに違うどんだけすごいかっていうのは分かったと思います。そっちの動画じゃなかったんだけどねそんなつもりじゃなかったんですけど、それが証明されてしまいました。なのでぜひぜひ皆さんもあの大分のカボス楽しんでいただけたらなと思います。ちゅうことで一応ねあれも貼っておこうかね、カボスさんのカンパニーね、カボスカンパニーのリンクを貼っておきますので、うん、またそちらから、はい、あの覗きに行ってみてください。ちゅうことで今日はカボスいろいろ試してみる動画でした。最後までありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。